はい、じゃあこれで今ね、今日は全部今やって、内臓上げまでやったんで、それで腕の感じ、はい。でさっきはね、はいはい、なんかちょっと重りがついたような、ちょっと重かったんですけど、今ふわっと軽くなって、はいはい、もっと多分上の方まで上げれると思うのでやってみてください。あ、そうそう、はい、はい、鳥の、翼みたいな感じで、はい、はい、でそうすると今頭ってどうですか、これでしっかり頭はすっきり、はい、ね、すっきりしてきたでしょ、はい、はい、来るまではまだ頭ふわふわしてて、うん、ね、はい、その結局ふわふわ感も酸素がね行ったり、あのすごく行き過ぎた時があったり、こう少なす、まあ、全体的には少ないと思うんですけど、うん、まあ、それが今、なんとか通りがね良くなって、うん、で中心がしっかりして、で外側は緩んでるみたいな、まあ、理想的なもので、まあ、今は皆さん、外がガチガチ、中もガチガチみたいな、そんな感じになっちゃってるんで、あ、ごめんなさい、中が緩んで、本当の中が緩んでて、ぐにゃぐにゃしてて、で外が硬いって、でちょっと、なんていうかな、中心の外側はまたね、少し硬く緊張しちゃってる、そんな感じで、今、すごい立ててもどうですか、最初ちょっとふわふわしてたけど。ああ、もうしっかり立てて。ね、しっかり立ててますよね、はい、はい。また楽になって。はい、ね。いい感じですよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日の経過で、はい。ちょっと旅先で、はい、日曜日、意識急に失って倒れて、うん、はいはい、でも昨日も仕事中ずっと頭ふわふわしてて、うん、で病院行って脳梗塞のチェックしても、うん、まあ、脳の異常を見られなくて、うん、とりあえず耳鼻科かかってくださいって言って、はいはいはい、明日行く予定だったんですけど、はいはい、でもとりあえず、ね、ありがとうみたいなのを教えてあげようと思って来て、はいはいはい、で受けた後、もう今頭のふわふわ感がなくなって、うん、頭すっきりして、うん、体もふわふわしたのに、はい、それもなくなってしまったり、はい、血に足がついて、はい、歩ける状態になりました。で、まあ、じゃあ僕が言うのも変だけど、うち、ん、に来てよかったなって、はい、すみません、ちょっと言わしちゃって申し訳ないけど、はい、でまあ、来た時やっぱ顔色も全然違うしね、はい、本当に病院に来てよかった、はいはいはい、ありがとうございます。はい。